え、どこだここ。俺ってか、どうした二人とも。なんだここって、電車みたいな、なんか、音聞こえるな。なんで俺たちこんなところにいるんだ。いや、わかんないよ。なんか止まりそうじゃね、電車。キサラギ駅、物語の始まり、どういうことだ。やっぱ状況が全然つかめない。なんだね。まあでも駅止まったし、外出てみるか。出てみるか。はい。あれお前リモコン。でもメガネかけてないから違うか。違うかも。ご乗車ありがとうございます皆さん。おお、翔太。皆さんは何しにこちらまで。いや、何しにって言われても、特に用事は。あ、もうこちらの駅に普通に帰ってきたんですね。帰ってきた。いや、全然最寄りじゃないよ。何ですか、何ですか。夜道は暗いんで、これお使いください。はい。あと、うちの路線ではスタンプラリーもやってるんで。スタンプラリー。何ちょっとバカ。びっくりした。これちょっとやだ。あ、関係なかった。では、私はこちらの駅にいますので、お困りようがありましたら来てください。それでは。ちょっと待って。なに、ちょ、不穏すぎんか。音がやばい。待って、やばいって。おい、ちょ、でもなんかこのスタンプラリー渡されたってことはなんかお住所あんのか。やばいって。なんの音だ。帰りたいんだけど。ね、なんか無理。いや、でも赤い電車ってことは丸の内線か。そうなんだ。うん。でも俺たち、これどこ行けばいいんだ。なんもないけどね。ね、反対じゃね、あっち行った。逆側か。リモコンみたいな駅員どこ行った。ここにいるっつってなかった。いますからね。やばいって。あー、なんか来てる。先頭にいる。いないんだけど。いなくなった。でもなんか逆側に民家ない。これ逆側行けるか。まあ、ちょっと一回奥行ってみるか。いろいろ見てみよう。とりあえず。あ、ここ降りれるんじゃない？あ、道になってる。こっちだ。ね、行こう。待って。なんかキラキラ光ってるな。光ってる。なんだこれ。これなんかスタンプラリー持ってるとキラキラ光るんだよね。あー、なるほど。本当だ。うわあ。じゃあ押してみるか。はい。は？ん？ここは現世ではなさそう。どういうこと？いや、でもなんかスタンプ押されてるんだよね。ね。まあでもここのヒントみたいなスタンプだったのかもな。なるほどね。この世界のことがわかるみたいな。つまり、まああと3つぐらい集めていけばいいのかな。俺らはこの世界の謎を解きに来たのか。そういうことか。うわー、また。これえぐい。あれ、またキラキラしてない。嘘。あれ違う。なんだよ。じゃあ押します。あの駅員は一体誰だろう。あー、あのリモコンに似てるやつか。そうだね。でもリモコンじゃないってことはここをよく知るものなのかもしれないな。遠い親戚。またある、あるな。結構じゃあスタンプラリー簡単だな。じゃあここを押しますか。はい。なんだこの白いもやは。調べてみよう。白いもや、あ、これか。この家のことか。あー、これか。これじゃあ今一番近い家ここだし。うわー、ここ調べてみよう。これ今耐えたよ。耐えた。うん、もう大丈夫。やんべー。もう大丈夫じゃないね。もうちょっとじゃあこれ勝手に入ってていいの。お、ちゃんとお邪魔しますって言えば。お邪魔しまーす。大丈夫ですかって。絶対ダメでしょ。お邪魔します。高井です。はい、お邪魔します。なんかあるぞ。これは違う。これはなんか出てきた。出てきた。何の紙。
封印紙、8枚の封印紙と1つの触媒で謎が明かされると書いてあります。なるほど。いやまあ絶対それ鍵だよね。8枚集めなきゃいけないのか。チェストは何もない。になく、こっから2回行けそうだよ。え、 うわなんて、うわなんて原始的な上がり方なんだ。本当だ。あでも、ああるあるある、これさっきの。あ本当だ。うん、ここか。封印紙か。封印紙。あ封印紙。おお、じゃあちょっと重ねに集めるか。はい、これ持っとくか。白いもやってこれのことか。じゃあ、あーなるほど、このクモの巣ではなく、これはただの本当のクモの巣だったり。そういうことか。まあそういうことだ。だいぶ古そうだもんな。ね。じゃあ次はまあこの入り口に近い奥側のなんだ瓦屋根のとこ行ってみるか。オッケーオッケー、お邪魔しまーす。はい、お邪魔します。白いもやを探せ。おい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 、ある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 、ちょっとじゃあ発掘します。はい、あ封印紙、封印紙3枚、あと5枚。なんか触媒とかも書いてあったもんね。そうだね、紙だけじゃダメっぽい。まあここは1枚だけか。うん、特に他はなさそうだね。じゃあこれか、このでっけえ家行くか。そうだね、まあおそらく一軒に1枚はさすがにあるでしょう。そうだね、1、2、3、4、5、え、なんか6軒、作業台がある。ええ作業してたんだろうな、ここで。あーかつてね。え、なんかある、あれサンプラリーじゃね。あ、ほんとだ、ほんとだ、行っていいのか。うーん、まあ先こっちの家行くか。そうだね、順番に行こう。まあでもここら辺全部豪邸だな。立派な家だな。お邪魔しますと。お邪魔しまーす。あ、やべ、え、シュー、シューこれ助けるんだ。うっ、助けてくれ。え、置いてこうぜ。じゃあな、シュート。あのじゃあな、これで、あ、でもいけるぞ。ここも2回行ってみるか、シュートがハマってる間に。でも何もなさ、あ、マジ出てきた、封印紙。あー、ナイス。オッケー、ゲット。じゃあここはもう半分集まったぞ。そうね、用済みか。あ、シュート出てきてる。俺はシュート大丈夫だった。なんとか。さあ、ああまあ次は逆側か。あ、ここはまだ行ってないっけ。行ってないよ。この家明かりついてなくない。え、確かに。ちょっとここはやばいやばい、やばそう。なんか開けちゃったよ、ま、こっちからだ。あ、あります。え、こういう、待って、何、小麦、小麦、小麦、住民はどこに行ったのだろうかってアイテムがゲットできた。それは触媒なのか。あ、でもその可能性もあるのか。一応じゃあ持っとくか。え、どうする、この明かりのついてない、いいえ、行くか、僕の家行くか。調査しなきゃダメだよ。行くか、行くぞ。じゃあ、うわ、暗っ、行くぞ。なかなかねえな。いや、ないね、どこにあんだろう。おいおいおい、記録ね。どうした、え、声だけ聞こえるか。あ、でもあった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 、あった、あったんだ。ほい、お、雰囲気、おお、いいね。あれか、スタンプか、スタンプラリーやってみてもいいか。そうだね、ここじゃあ、ま、なんかヒントがあるはずだから、じゃあいきます。はい、あ、え、お、駅員がよく知ってるかも。え、あいつか。え、でもどこ行ったんだろうね。でも、うん、駅にいるからっつって、だから戻って聞くべき。一回戻ってみる。一回戻る。ね、そうね、今さすがにね、あの、私に聞いてくださいみたいな言ってたから。言ってたもんね。うん、駅員さん、こんばんは。こんばんは。何ですか、ご乗車ですか。あの、でも切符がないと、あの、ご乗車できないんで、ね、確かに。スタンプラリー溜まったんですけど。スタンプラリーは、このマップ内のどこかで交換してくれるので、そちらで交換してもらってください。あ、なるほどね。あ、景品もらえるのか。そういうことか。で、何ですか。いや、なんかこの封印紙っていうのを、ちょっと家を、はい、まあ、漁ったって言い方は悪いか。いや、まあまあ、あの、落ちてたっていうかね。落ちてた、そう、落ちてて、この封印紙っていうのが。
これ使ってなんか謎が解き明かされるみたいな、ね、知らないですか。私も別にこちらに住んでるわけではないので噂程度にはなってしまいますけど、はい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 、まあでもあんま触れない方がいいんじゃないですかね。え、あなたたちはどちらから来られたんですか。まあ東京から。東京、東京のインク町から、はい、インク町から来ました。皆さん分かんないですね、私では分かんないか。まあじゃあダメか。まあもうちょい探してみるか。そうだね、俺らでもうちょいね。切符ないと乗れないって言ってたし、切符売り場どこだ。いや、このスタンプラリーが切符と交換できるんじゃない、もしかしたらね。ああ、ありえる。ええ、待って、なんかえ、うん、どうした。え、スタンプラリーが、え、これ、え、あれ終わったはずじゃないのか。え、本当だ、なんでだ。ここは交換場所、もしかして。してみるか。そうだね、じゃあ行くか。はい。え、え、おえ、不死のお守り、必要な時が来るだろうって書いてある。死ぬってこと。俺ら死ぬ、一回死ぬの。なんだこの世界。じゃあ、え、もっとこう。そうだね、じゃあこれで入ってみるか。行くか。うん、ついてきてね、ちゃんと。そうだよ、うん、ついていくわ。え、なんだこのセット。いや特に何もない、ないのか。スタンプラリーも消えたし。え、うわー、書いてある、なんかある。ヒント、文字が挟まれているってことか。じゃあ、隙間要素ってこと。なんかモヤが出てる。え、ほんとだ。あー、ここだ。いきます。ちょっとじゃあ、うん、あー、紙だ、封印紙。あー、今何枚。今ね、6枚、あと2枚。あれ、見落としかこれ。あ、待って、あ、あるやん。本当だ、さっきあった。いや、出てきたか。出てきた、あと1枚だ。あと1枚、どこだろうな、見落としてるの。庭か、庭。ある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 。ん、お、本当だ。え、これで8枚揃う。お、来た、8枚揃った。ってことは、あれじゃない、クラフトするとか。そこに作業台あるし、だからあそこにあったのか。確かに。なるほどね。真ん中に小麦を置いて、周りに紙。え、なんかできた。え、ないないない、キサラギ駅の封印が見えるようになった。え、ん、え、なんか出てるよ。え、ないなこれ。なんだ、シェジャーキリーよ。え、車両点検中の事故で亡くなったこの幽霊の正体は、これアナグラム、文字を並び替えるってことかな。いや違う、分かった、ね、あ、分かったわ。え、分かった。車両を抜いて読むんだよってことは。車両点検中の事故で亡くなったのが駅員、幽霊の見てた駅員。おーおー、待って、なんか、いった、民家の滝。いた、去れ、立ち去れ。硬い、これトータム持った方がいい。危ない、危ねえ、結構ギリ。いって、シュートがめっちゃ狙われてる今のうちに、うわー、やば、なんだこれ、網膜。もうちょい、頑張れ。うわ、いやでもいける、押し切れ、これは攻撃、いけ、やれ、よし、ナイス。ええ、待って、なんか俺ゲットしたよ。俺も。いや待って、でも行き先闇なんだけど、行きたくないよ。え、これ待って、インベントリから見ると、線路は続くよどこまでも、たとえ地獄であれをとも、物語は始まったばかり。え、死ぬ方、もしかしてこれだけじゃないってこと。ちか、まあ、とりあえずね、まあこんなところからは、うん、びっくりした、やばい、あー、びっくりした。敵員いないんじゃない、もういる。え、待って、待って、腐敗、待って、危ねえ。まあ、あ、こんばんは、来ました。切符持ってきたんですけど、切符持ってきたんですけど、それうちの切符です。お預かりしますよ、皆さんの。はい、はい。ちなみに車両点検とかしてます、よく。
フグしてますよ。車両点検中に亡くなった方とかっているんですか？あーでも最近あったみたいですね。あーうっそはでも関係ないと思いますけど。関係ないのか。次は闇駅大丈夫ですかね。闇駅、まあ、はい、聞いたことない。マジでない。あんま行かれる方はいないですね。え、これ何線ですか？ちなみにこれですか？いや、はい、うちの市営地下鉄です。市営地下鉄ね。地下には見えないけど、まあまあ次行けば上がると思います。はい、では次闇駅に向かいますね。はい、遠いな結構。長いな。ね、まあね、このマジ、あーもう着く。まあでも俺たちしか乗客はいない。あ、来た。闇駅、長い旅路。長い旅路。まあ、うわ、地下だ。え、本当に地下だった。あ、本当だ。え、闇駅。 あ、皆さん、はいはいはい、うちの路線ではスタンプラリーまだやっておりますので。あ、ここでもやってんだ。こちらの駅でもやっていきます。各駅でやってんだ。交換されたんですね、そちら不死の守り。あ、そうですそうです。はい、これすごい大事なんでぜひ使ってください。うん、そう、実際死にかけてるよな俺一回。まあ使わない方がいいけどね。まあそうなんだよね本当は。あと闇駅はすごい暗いんで、まああれです、ちゃんとしっかり探索された方がいいかもしれませんね。なるほど、わかりました。じゃあそれでは、はいはい、お楽しみあれ。楽しみあれ。でもなんかうわ、だんだん暗くなって、黒あ、消えた消えた。よく探索した方がいい。うわ、まあ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 、ここら辺の駅ではよくあるんだろうな。軽い段があるな。スタンプラリーあるな。取ります。おいおい、謎解きが分からなくなったら周りを探索してみよう。ヒントがありそうだ。さっきヒントだった、謎解きでヒントだったんだ。文字が挟まれてるみたいなやつ。はい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 。まあ俺たちにヒントなんていらなかったけどな。まあそうね。お、またあそこ光ってない。じゃあここも見てみるか。しかしここは一体どこなんだ。とりあえず手がかりから探そう。手がかりつってもな。で、向こうにもまた見えるよ。ほんとだ。じゃあ見るか。はい、どこの駅に降りれば出られるんだろうか。まあそうだよな、出られる駅があるはずだもんな。俺ら一体どっから来たんだ。確かに、いつの間にかこんなところにいたからな。なあ、待って、なんかこの先なんか電車、電車あるよね。次の駅？普通歩いてきちゃった俺たち。歩いてきた俺ら。まあこれ撮ってみるか。はい、次は出れるということを祈ってみよう。祈って出れるもんなら。え、もう一個あるよ。え、あ、ほんと？はい、おやくじのお守り。あー、2個目。そうだね。でも謎解きのヒントみたいのはなかったね。どっかにあったのかな。まあ暗かったからね、ちゃんと見てないし、ね。まあでもそもそもまだ謎解きが出てないしね。ねえ、え、どうする？手分けして探したってよくない？そうだね、ここは手分けしちゃおう。オッケー。あ、カザネ。何枚集まった？俺今2枚。カザネは？俺今3枚。おお。で、シュートもね、2枚って言ってた気がする。ああ、本当？お、あとこれ。え？触媒かな。あ、それ、触媒なんだ。そう、岩石、獣の毛がついているって。あ、それだった。たんだ。なんで石器時代を達成したのかと思ってたわ。ああ、なるほどね。ちょっと今何枚？いや2枚。あと1枚か。あと1枚か。ちょっと片に渡すわ。オッケーオッケー。片ね、あった。片ね。片ね、あった。あった。ありました。あ、待った。え？え？それ偽物だろ。ああ。捨てな。じゃあ捨ててくるわ。うん。危ない危ない。よし。じゃあ集まったから。岩石と封印紙で、ほい。びっくりした。あれ
ヒント見た人いる？いや、お見てないわ。あー懐かしいですね、びっくりした。何が？ここ路線名物なんですよ。え？封印者集めると謎解きが出るような。あーそうなんだ。にしてもちょっと過激じゃない？もし謎解きに困ったら周りを見渡すといいかもしれません。おあーこの謎解きまだやる人いるんですね。まあ考えるか。何々された何々、まあクロスワードみたいな感じか。でも首吊り、首吊りそんな怖い。いやまあでも凶器って書いてあるもんね。死体、死体じゃん。考察された死体。考察、なるほど。だからこの二のドクロの下、これ血だとして、あーそうかもね。血、死体だから血死、血死、血死、うん、そんな。そうね。おーい、あどうした？ヒント見つけた。え、ナイス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 。今めっちゃノートに書いてたわ。ヒント、左の表は閉じずに続いている。左の表は表か、左の表か、それ。あそうだ、左の表は閉じずに続いている。閉じずっ、こっちが、こっちが、あーなるほど、切れてるけどまだこっちが続いてるよって話。わかった。え、そういうことか。マジでこれ、うん、赤サタナだね。あいうえ、かくえき、かくえき、かくえ、かくえき、かくえき停車のかくえき。なるほど、そういうことか。なにやばい、これ合ってたっぽいけど。なんでまた俺、なんか俺またシュウソウ人気だな。相変わらず。やっぱあ、あ、うわ、なんだなんだ今の攻撃、なんだ今の攻撃、めっちゃ足遅くなった。足遅い、やばい、やばい、助けて、出るか、シュート出るか。いて、結構強くない？いて、いて、いて、いや、飾れねえ、飾れねえ、飾れねえか。どうした？飾れに殴られた。いや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 、殴ってないよ。よっしゃあ、やれ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 。眠っとけお前。そうだ、眠っとけよ、また俺。おー、しないさん大丈夫、シュート。痛い。いやだけど、ほら、きっ、闇から彼岸行き、彼岸、彼岸、彼岸島、ご乗車ですか。おーおーおー、あーびっくりした。じゃあ今日お願いします。切符お預かりします。帰れるといいですね。え、それではどうぞ。え、はい、え、え、まあでも、いや風ね、マジでナイス、よくわかったね。抑えてるよ。いや助かった。いやでも謎も結構過去最高ぐらいに難しいな。まあいいね、いい感じ。ああちょっとまあシュート頑張ろうな。俺たち。まあでも冴えてる人いるから今日は。いや確かに今日。いや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 。一問目も二問目も重ねに頼りだ。あでも待って、近くない今日今回。え、あ悲願劇。神々は失われた。どういうこと？悲願じゃなくて悲願なのか。悲願劇でもこちら。はい、スタンプラリーやってるんで。やってんだ。あーどこでもやってんな。あではよし、はい、お楽しみください。どうぞ。じゃあ、行ってくるか。すごい綺麗な駅なんで。綺麗、さっきとか。綺麗、綺麗です。はい、やることはまあ同じだよな多分な。そうだね、やっぱあの封印紙がどっかに隠されてると思うから、ちゃちゃっと見つけちゃおうぜ。でちゃちゃっと謎解いて、ちゃちゃっと帰るか。帰る。おお待って待って。ええー、嘘。足湯あるんだけど。やったー。うわー、気持ちいい。気持ちいい。それ腰湯。ちょ、あ、頭洗っちゃおう。おいおい。タオル持ってきねえぞ。大丈夫か。まあ、でも人いねえし大丈夫よ。大丈夫か。泳いじゃおう足湯で。いや気持ちいいよ。気に入ったね。あ気持ちいい。最高。いやでも。あれサンプラリーないかまだ。これないんだな。あ、ある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 。ある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 。そうそう。あ、本当だ。はい。ん？ん？祈ってみても無駄だったようだ。あ、やべ。読めなかった。でもここは神社がなんちゃら。あるようだ、あるようだみたいな。ああ、助かる。そう、動いてるわ。インド神社。本当だ。あ、本当に足湯だったんだ。マジで。え、さっきあっちにも書いてあったよ。書いてあったでしょ。え、あ、本当にごめん、全然見てなかった。不安だな。いや頼りになるな君たち。おお
なんかでも怪しい。待って、どうした、どうした、シュルカーボックスあるんじゃないですか。おいおいおい、見て、見つけたな。見つけます。じゃあ行きます、せーの。ねてね、やはりこういうこともあるからね、気をつけた方がいい、みんな。え、待って、うん、あれ違うか。いや、シュルカー、また。あれ、え、なんかこのろうそくの色いや、考えすぎか、うん、そう、気のせいです、うん、気のせいです。よし、サンブラありましたか。え、ある。え、あ、ほんとだ、見逃してた。ナイス。はい、もしかしたら出口はないのかもしれない。いや、いやいやいや、諦めないよな、俺たちは。俺らは出るよなくても出るよな。あるよ、サンブラリー。あるね、あるね。ポンポン。この世界で死ぬと二度と現世には帰れない。急に話重くね、なんか。ね、なちょっと、じゃ絶対にお守りを持とう。もう、あの、戦ってる時はね。肌見放さず。俺がやべえな。狙われてるもんな。確かにね。中途注意だな。またなんか、あ、でもスタンプあるね、ここに。お、まずはシュルカーボックスをチラリ。ないと。はいはいはい。じゃあ、押しますか。はい。俺たちは夢や幻覚のようなものを見てる。からの読めない。読めなかった。やばい、ナイス。どうすればいいのかみたいなこと書いてあった。ナイス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 。いや、なんかあるな。まあ、ここが本番か。うわ、どっち行く？あっちがメインだろうけど、こっちだった気になるんだよな。行こう。行こう。よし。道なき道に何かがあるから。おいおいおい、やばいって。これ何これ、え、なんか口、趣味悪。口じゃないか。こういうところにヒントあるんじゃない。ジャンプ、いてあ、え、なんかヒントある。ヒント、なんかあるよ、ほら。あるわ、あるわ。ナイスナイスナイス。これ雰囲気かってことは、ダイヤ。いや、触媒。触媒っぽい。祈りの印、祈る神がいないとき信仰心はいずこへ。難しいこと言ってんな。難しい。難しい言葉。いずこ。これでダイヤシャベル作っていいかな。バチ当たるぞ絶対。バチ当たるか。やめとくか。うん、じゃあ行きますか。ここ、うん、まあ結婚がどころどころあるの気になるけどいいか。怖いな。これはちゃんとちょっと彩っていこうかな。ね、真ん中を避けて。スタンプラリーがありますよと。あ、嘘。先に。あ、本当だ。交換しようか。はい。ほい。ああ、やっぱ富士の森。こんだけあればね。なあ、こんなやら死ぬことないでしょ。お、お守り売ってんじゃんこれ。あ、ね、こういう場所に売りがちだよな。え、なんか。なんか書いてあるけど、この奥とかに封印紙とかあるんじゃない？あ、なんかあるよ。嘘。ほら。あ、外なんだ。行きます。ほい。お、封印紙だ。封印紙だ。なるほど。あるね。じゃあ、まあ中に関わらず外も探してみるか。ここじゃあ行ってみるか。はい。おい。お邪魔しまーす。あ、ある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 。え、嘘。あるね。本当だ。じゃあ失礼して。はい。2枚目。ここは。お邪魔します。こちらになります。お、ある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 。ナイス。オッケー。3枚目ゲット。で、あ、あるあるある、ありますよ、ありますよ、ありますよ。ちゃんと後ろにありますよ。はい、ナイス。いや。おい、半分、あと4枚。まあ、この、じゃあ、本堂みたいなとこ行くか。行きますか。はい、階段。羽が。おぉ。祭られてんね。あれ、欲しくね。お、いけるいけるいける。あるある。いけるいけるいける。おー、すげえ。あ、いいねー。バチ当たった。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。行って、行って。おい、これ取りに行けなくなっちゃったよって。やばい。いや、でも、あの、やり合ってる。待って、取ってくるわ。ナイス。いいって。オッケー、取った。ナイス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 。助けて、助けて。やばい、大丈夫か。お守りを持つんだ。おー、危ねー。おいおいおい、マジ取れる取れる取れる。やったー。ほらほら、めっちゃぐっちゃだだだだ。あ、待って、外にも開いてる。でも2階にもあるよ、封印紙ある。取るわ、ちょっと着ていくわ。ちょっと待って、逃げ逃げます。え、待って、反対側やばいんだけど。あ、待って、危ない。あ、死ぬ。あ、やばー、危ねー危ねー危ねー。
噴石あと2枚だね。オッケー。橋の下だと予想。水の中はあるんですね。さーてと、あいた。おーい、見つけたよ、見つけた。ナイス、見つけたよ。はい、ナイス。オッケー、よし。ここは俺に任せて、みんな離れといて。あー、頼んだぜ。あ、ここ、あ、これは違うわ。え、あ、どこだ。彼岸駅の封印が見えるようになったって。あ、ほんとだ、ほんとだ。人形を元に戻し、完成した文字を読むと、これさ、ただ繋げればいいんじゃない。これ漢字か。下半身は符号の風になるんだよな。で、切るなんだよな。切る、これ切符って読めるけどさ。そうだね、切符。さんずいがなんだろうね、これ。ありました、ありました、ありました。え、ふはや、ふはやったぞ。マジ、なんていいヒントあった。頭だけ血が滴っていないか。はあ、そしてね、俺もね、ヒント見つけたんだよね。お、マジ。人形じゃない。人形じゃない。はぁ、なになになに、どういうこと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 。人形じゃない。人形は血が出ないから関係ないってこと。切符だけってこと。ああ、答えは切符だ。うわうわ、出たっぽい。そういうことか。なるほど、考えすぎていたが、いてててて、いやね、シュートなんだよね、結局ね。素晴らしこいな。うわー、いって、いりって、マジでいってで、俺しか殴んないの。でも一回雷落としたらしばらく何もできない。うわー、あっと、まずいか、まずいか。あっぶれ、あっぶれ、やばい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 、逃げ出せた、やばい。ほらほら、頑張れ。いた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 。ジャキだ、ジャキ、新たなジャキが出てきた。あー、ジャキ、よし、ジャキ、あー、死んでジャキ、ジャキ、ジャキ、あー、死んだ。誰か、死んではいけない。ついに消費してしまった、1個。3人で帰るんだろ、任せろ。東京に、あー、死ぬ第2のジャキにやられる。あー、ジャキかと思った。違うよ。あ、え、でも、新しい切符、治療。え、でも治療ってなんだ。果たして終わりはいつだろうか。確かに、まあ無事、うん、無事クリアしたからね。クリアだな。うん、もう帰れるでしょ、俺たち。ま、次で終わりでしょ。ちょっと待って、待って、待って、帰る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 。こんばんは。あ、お久しぶりです。早く治療液に連れてってくださいよ。治療駅行かれるんですか。はい。え、そうだよね。もうもうもう、なんか切符もらったし。ああ、もしかしたらあなたたち、やはり幻覚見てるかもしれないですね。え、もしかしたらここ行けば帰れるかもしれませんよ。現世と言われるとこに帰れるかもしれない。治療してくれるってことか。ああ、なるほど。じゃあ行こう。早く、ね、早く早く連れてください。なんでお願いします。はい、あ、ここ、注意だ。足元お気をつけください。はい、治療駅とんでもないここですので。とんでもないとこ。とんでもない。どういう意味で。待ってください、待ってください。はい。とんでもない、どういう意味でとんでもない。いや、過去に死者が出たんですよ、たくさん。それだけです。え、それでは出発します。え、それだけってなんだよ。え、てか、さっきの謎謎、あれ人形の首じゃなかったって怖くね。確かに。あ、まあ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 、もうつくな。まあまあ深く考えすぎないでね。うわー、行こうってことで。治療液、物語の最後はいずこに。なんか、あ、どうぞ。あ、サンプラリー一応やってるんですけど、あの、もうここ古い場所なんで見つかりづらいと思うんで、全然やらなくても大丈夫です。え、やらなくても。私は助けることができないんで、うん、この辺で。うん。じゃあ行くか、行こっか。あるな。あ、でサンプラリーある。マジか、全然見つかるな。とりあえず1個目。そうだね。はい、以上。ここでなら元の世界に帰れる何かがあるかもしれない。うっ、来ちまったか。ついに来ちまったか。なんだここ、病院、治療、多いね。あー、肺病棟。まあ入るか。うわ、入りたくない。うわ、あ
あるよ、これ。待合室だ。あるあるある。え、あ、ほんとだ。あ、出てきた。ナイス。病院だな。内科と小児科。小児科だ。いや、あるある。おー、ナイス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 。おー、意外と見つかりやすいか。いいね、なんか聞こえる。うわー、ライブが入った。助けてびっくりしたー。おい、小児科になんでスケルトンがいんだよ。小児科。やばいやばいやばい。危な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 。脱出します。小児科にはないか？それ、内科とかけてる？小児科にはないか？どうにかないか？内科にはないかだろ、それ。え？なんだこれ。レントゲン室。レントゲン室。いやー、こういうとこ怪しいよ。怪しいね。ほら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 。あ、あるよ、ナイス。あるやるよ。2階あるな。おお、登りやすい階段。うわ、怖。あ、でも広いな。怖。これ待って、え、なんかあるぞ。病院結構つながってるかもね。オペ室ある。本当だ。手術室。うわ、やばい。うわ。こんにちは。失礼します。うわ、びっくりした。いつもよりびっくりするなこれ。うわ、やばいじゃん。ほらって、待ってそれは。俺が、俺ら、よし。俺の覇気であいつが消えてったわ今。ナイス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 覇気。ちょっと待って、やっぱ死ぬ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 。ハザネが狙われてます。俺なんだよね、急に俺。やっぱバチが来てる今も。そういうことだな。回ってきたこれ。外科です。外科。いやでも特にないなあ。いや、心療内科だ。ありそう。俺が元気にしてやるよ。ある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 。え、マジ？ナイス。筋肉法。それ触媒来ると思う。治療薬。生かっこ現世と死かっこ地獄を なんだこれ。またぎ超える。どういうこと？ここじゃ異世界、異世界転生してる俺たち。マジ最強にはなってないけど。結構夢だったね。だからもっと強くてもいいよね俺たち。もうでも強い方なんじゃないか。あー、確かにボコボコにしてるもんな、出てきたやつ。うん、眼科。眼科です。眼科ですね。眼科は何かあるわけでもなく。そうね、ここら辺はない。いいの食べて。うわー、ちっこい。まずいまずい。あ、二人と離れすぎて声が聞こえない。大丈夫か？喋ってない。あ、やばい。あ、スケルトンがいる。いや、俺は声を音立てないのに、スケルトンが。おい、静かにしろ、お前ら。やばいやばい。いや、でも、逆にこいつらに釣られるかも。声が出ない。あー、ゾンビも出てきたー。助けてー。なんで俺だけー。死ぬなー。死ぬー。危ない。お、消えたか？待て待て。あー、消えたっぽい。あ、ここ、連絡通路。よし。広、なんか広。うわ、ありそう。あるよな、こういう時。まあ、落ちある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 。え、嘘。あ、ナイスナイスナイス。OK、4枚目。4枚目か、まだ4枚目か。あと4枚か。まあでも広いからまだまだありそう。ある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 。え、ナースステーション？あるぞあるぞ。おお、よう見えたな。よし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 。この先もなんかありそうだけど。まあ、病室だろうな。え？あ、あるよあるよ、ほら。こんなところに。おお、6枚目。あと2枚。なんだこれ、売店。売店だ。なんでもあるな。いろいろ売ってるけど。ある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 。え、マジ？ナイス。あと1個かじゃあ。あと1個。いや、ヒントもな、見つけたいけど。確かに。え、あと1個なんだけどな。もう1周か。そうね、まあ。あれ、待って、あれ？さっき取ったよね。あれ？取った取った。再び同じ場所にもう一枚あった。うわ、そういうパターン。あー、よく見た。ナイスじゃあ、ナイスナイス。あ、しまった。これでどこだ、なんか見た気がする。入り口らへんか、ね、外、うん、外にあったはず。行きます。さあ、シュート、頑張ろうな。行きます。はいはい。どこだ。あった、ここだ。うわ、なんだこれ。骨が刺しているものは丸と丸と丸、つまり答えは、あ、これ背景
関係あるんじゃない、デッドエンドって書いてあるんじゃない、なんか指さしてない、うんうんうん、エンドの。わかんない、でも天か和かもしんないよ。あーなるほど。あー糸だな、糸さしてるんだ、矢印になってるわ。えあじゃあこれ冬もじゃない、あ本当だ、糸冬、あとなんだ、終わりじゃない、終わりだ、終えぬ終点じゃない、終点、終点、うわ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 、なんで俺なんでだからやばいこいつ、うわ死ぬ、これ強いわ、みんな気をつけろ、マジそんな、マジで強い、お前しか見てない、うわぁマジでやばすぎやばすぎ、攻撃力エグー、オッケー、見て、アンサー、なんだ何の火、え、なんか燃えてる、アップね、雷だね、なるほど、やばいかもこれは、さすがにこれまずいか、ちょベックスやばいか、ベックスやばいかね、ちょ邪魔すぎるな、はい、痛いで、これあれか、弓が通らねえな、ベックス邪魔で、確かに、やば、半分で、くって死ぬか、生きろー、危ねえ、すまねえな、みんなで生きて帰ろう、そうだよな、ここまで来たら帰るぞ、死ぬか、もうちょい、倒せよっしゃー、ナイスナイス、あ、切符が手に入ってる、これはどこに行くんだ、ただほど怖いものはないぞ、線路は続くよ、どこまでも世界をまたいで、どこまでも、ほう、駅戻るか、じゃあ、そうだな、まあ橋の奥か、こんばんは、どちらまで、ああこの駅まで、これ、うん、ゲットしたんで、これなんて書いてあるんだ、え、うちの世界の言葉じゃないですね。え？え？まあいいや、どうぞ。え？いいんですか？じゃあ、まあでは出発します。はい。どこだろう。いや不安な。そんな。え？何？え？え？え？なんだここ。俺たちはどこ行ってんだ？え？なんだ？見覚えがない。それってつまり。別の世界の言葉ってことじゃないのか、え、は、え、え、この世界って、え、嘘、村がある、本当だ、あな、安心感がすごい、来たか、ついに、え、ってことよかった、そう、俺たち現世に帰ってこれたんだ、いやでもさっきのは夢だったのかな、でも全員が同じ夢見ることあるのかな、現実な気もしなくもないけど、え、なんか今、え、んなんか、え駅員、駅員の帽子だ、ってことは夢じゃない、あれは本当だったんだな、まあ帰ってこれたことだし、まあリモコンに思い出話でも話しに行きますか、行くか。